はい、どうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、スーパーマリオブラザーズワンダーダイレクトを見ていきましょう。さあ、間もなく配信が始まるということで、さあ、あんまりね、情報が出てないんですが、新しい 2D マリオの、まあ、完全新作ということで、まあ、気になりますね。で、今までの、マリオとはちょっとなんかやっぱ、一個違うみたいなので、なんか喋る花があったりとか、ねえ、デイジー使えたりだとか、ヨッシーを単独で操作できるのか、これは。あと、なんか、ルイジーの背中にいる化け物、何あの化け物。大丈夫かな？おっと、来た！なんか喋るんだよ。え？7人ぐらいでプレイできる。フラワー王国。キノコ王国からは少し離れたところ、フロリアン王子からパーティーに招待されたマリオたちだが、フロリアン王子でした。突如現れた大魔王クッパ、不思議な力を持つと言われるワンダーフラワーに触れると、なんで、なんとクッパがお城と合体。望んだ姿、それが。ああ、捕らえられると。強力な力を手に入れたクッパによって各地に起こる異変。マリオたちはクッパの悪巧みを阻止してフラワー王国を救うことができるのか。なるほど。あ、トッテン。トッテンもいるの？明かされてたっけ、それ。この映像ではスーパーマリオブラザーズワンダーについて新要素を中心にご紹介。気にはなるよね、いろいろ。それでは早速行ってみよう。ワールド、新たな舞台フラワー王国には6つのワールドと、その中心に位置するフラワー諸島の全部で7つのエリアがある。ほう、真ん中。土管型の岩山に囲まれたフラワー王国の冒険の始まり、土管ロック平原。はい。寒い麓を越えれば遥か雲の上、高みを目指せ、モックモック鉱山。金色の滝が流れる風光明媚な景色の中、数々の試練が待ち受ける黄金滝。いくつもの島々を巡り、海中や洞窟を探索。フラワー王国の中心、フラワー諸島。他にも見渡す限りの白い砂漠、巨大なキノコが立ち並ぶ怪しい森、熱々の溶岩が煮えたぎる灼熱の世界など、各エリアにはバラエティ豊かなコースが待ち受ける。むずそう、ここ。各ワールドではマップを移動してコースを選択。そんなサムネみたいなのがあんの？広い場所に出たら自由に歩くことができる。難しいコースは避けて、ひとまず先を目指すなど、決められたルートではなく、自分でコースを選んで進むことができる。そういうのもできる時があると。一度遊んだコースなら、コースセレクトから一瞬でコースに移動可能。遊びたいコースをすぐにプレイできる。そして今作では、コース中におしゃべりフラワーが登場。これ何なの？近づくと、めちゃくちゃ日本語。こんな感じで話しかけてきて冒険を盛り上げてくれる。ああ、なるほど。ああ、怖い。時にはヒントをくれたり、向こうになんかあるような、コインをくれることも。貴重な水を僕のために。さあ、キャラクター、プレイできるキャラクターはマリオだけじゃない。ルイージ、性能違うのかな。あ、違いそう。キノピオ、キノピコ。でもそんなに違うの？性能は同じなので、あ、同じ回。好みのキャラクターで同じ回。
じゃあどうでもいいよ。ヨッシーとトッテンはダメージを受けないのでアクションゲームが得意じゃない人でも安心。こいつらは違うと。セイラが落ちるとミスになるので足場のない場所は要注意。あ、さすがにね。さらにヨッシーは踏ん張りジャンプ、食べる、吐き出す。あ、なんかめっちゃブスだった今。今めっちゃブスじゃない。新しい敵キャラクターもちょっとだけ紹介。あら、プレイヤーの真似をしてジャンプジャンプホッピン。あー、なるほどね。プププーっと口から種を飛ばすスイカパック。勢いよく突っ込んで地面にめり込むメリコンドル。プルプルゼリーを押しつぶして突撃。何これ。ゴッツ背後を取ったら一気に引っ張れ。巻き巻き大きな口で何でも食べる。アングリ。他にも個性的な敵キャラクターが続々登場。もちろんクリボー、ノコノコ、なんか変ジュゲムといったノコノコおかしかった。敵キャラクターも健在。パワーアップ。うわ、新たなパワーアップを一挙紹介。大きな体と長い鼻が特徴の増変身。増変身。鼻を振って攻撃したり、マリオ以外はどうなんだこれ。ブロックを壊したり、こんなこともできる。おお、すごい。ブロックを突き破るこの破壊力。ああ、なるほどね。広い穴もダッシュで駆け抜ける。おお、すげえ。水を吸って撒いたら何かが起こる。便利な鼻だね。もちろんルイージだって、キノピオだって。うわー、すげえ。キノピオっていいじゃん。ピーチだって。ゾウに変身。ピーチはちゃんとその女の子っぽい感じの。そ、当然そうか。おい、デイジーはどうなってんだ。おら、離れた敵を泡で取ってんとか。ちょっとだけ追引きの厚み。なるほどね。左右一遍に倒したい。普段は倒せない敵や壁の向こうの敵を倒すことも。さらに泡を足場にすることも可能。これやばくない？ジャンプじゃ届かない場所だってかなたり。だいぶ悪さできるでしょこれ。頭についたドリルが回転。ドリル変身。ドリルならトゲトゲの敵でもこのたり。あ、マジで超強いじゃん。こんな硬そうな敵も倒せるし、下向きにだっていけちゃう。あ、へえ、ヒップドロップ強化。地面に潜って移動することもできる。すっご。危ない時はとりあえず潜れ。え、これで何でもありじゃん。取ってん。さらに天井にだって潜れちゃう。へえ。まあ、そうはうまくいかないんだろうな。いや、そうはうまくいきそうか。おなじみのファイヤー変身。あー、ある。あら、デイジーのファイヤーって初めて見た。アイテムはストックできる。出た。アイテムストック。あ、ピンチの時に使ったり。あ、デイジー。状況に合わせて入れ替えるなんてことも。あ、そういうのもできると。ワンダー、これが気になるんだよな。フラワー王国に咲く花、ワンダーフラワーはその土地の力を蓄えて育ち、成長するとその力を解き放つと言われる。そう、クッパはその力を狙っていたのだ。コース中のどこかに咲いているワンダーフラワーに触れると不思議な変化が起こる。ワンダーが発動。土管が動き出したり、敵の大群が出現したり。最悪じゃん。あー、でもすごい。地形が傾いたり。へえ。スカイダイビングが始まったり。泡でいっぱいになったり。視点が変化した。あ、何これ面白。宇宙遊泳まで。あれ、どんなワンダーが起こるかはコースごとに全く異なる。中にはマリオがクリボーになったり。え、なんで。トゲトゲのボールになったり、風船みたいに膨らんだりと、プレイヤー自身が変身しちゃうワンダーも。ワンダーシードをゲットすればコースは元通りに。
ちなみにマップ上でまだ開いていないコースはワンダーシードを使ってオープン。またワンダーシードはコースをクリアした時もポプリンからお礼に一つもらえる。やっほー。バッジ。冒険を進めるとバッジをセットして冒険に役立ついろんな効果がつけられるようになる。二段ジャンプができるとか。あ、何これ。も様々、そのいくつかをご紹介。フワットジャンプ。空中で開いてゆっくり落ちる帽子パラシュート。面白い。壁ジャンプの時に一度だけ真上にジャンプ、壁登りジャンプ。水中でちょっとの間早く泳げるドルフィンキック。ブロックも壊せる。強しゃがんで力をためると大ジャンプ、しゃがみ大ジャンプ。これ持ってなかったらもうつむ。何それ。壁に張り付くハーミットパープルじゃん。花や溶岩に落ちてもジャンプで戻ってこれる。何それ。ずる。大事なものが近づくと反応。あー、これ欲しいっすね。近くのコインを引き寄せるコイン吸い込み。敵にも自分にも姿が見えなくなる。縛りやだっけ。縛りだよそれ。ラッシュし続けるジェットラン。ちょっとだけ空中も走れる。あ、すごい。などなど便利なアクションからちょっと変わったものまでいろいろな能力がある。一度につけられるバッジは一つ。あー、ワールドマップ上やコース開始前に選択できるので、ミスした時は違うバッジに付け替えて再トライ。なるほどね。バッジはバッジチャレンジという特別なコースをクリアすることでゲットできる。一部のバッジはマップ上のショップで買うことも。ちなみに支払いはコースで集めたフラワーコイン。あー、みんなでプレイできると。お裾分けプレイに対応してる。ジョイコンをお裾分けすれば最大4人同時プレイが可能。キャラクターを自由に組み合わせて一緒に冒険が楽しめる。お裾分けプレイ中はミスしても魂となって少しの間さまようことができる。カウントがゼロになる前に他のプレイヤーが助けてあげればその場で復活。泡じゃないんだ。減らない。ちなみに他のプレイヤーが操作するヨッシーの背中にジャンプするとなんと乗れちゃう。ヨッシーだって。ヨッシーもヨッシーに乗れる。そのヨッシーに乗ること、わーやば。それは虐待。前から虐待だと思ってたけど。オンラインプレイも対応。オンラインに接続すればワールドマップやコースにこんな風に薄いプレイヤーが出現。これは世界のどこかで今あなたと同時に冒険している人のライン。面白それ。お裾分けプレイ同様、ミスした時は魂になりライブゴーストに触れることで復活できる。他にも挨拶したりアイテムを分け合ったりと、オンラインプレイでは別の世界にいながらもお互いの気配を感じ合ってゆるいつながりで世界中のいいな、このゆるつながり。またコース中の好きな場所にパネルを置くことができる。パネルも魂からの復活に使えるので、ミスしやすいところに置いてあげれば人助けができる。なるほど。パネルはショップのパネルくじを買うことでゲット。何が出るかは買ってからのお楽しみ。面白いなそれ。ライブゴーストやパネルに触れるとユーザー名と一緒にハートポイントが表示される。これは他のプレイヤーをたくさん助けた証。魂を復活させたりアイテムをプレゼントしたり一緒にゴールポールに捕まったりといったいろんな行動で溜まっていく。さらにオンラインプレイでは部屋を作ってフレンド同士で集まることもできる。フレンドでちゃんとっていうのもできる。お互いの遊んでいるコースがいつでも分かり、一緒にコースに入って冒険したり、さまざまなコースでレースをすることも。フレンドレースブロックを叩いてレースにエントリー。ゴール目指して駆け抜ける。ゴールポールにたどり着けばレース終了。他にもワンダーシードの獲得やボスの撃破がゴール条件になることも。
世界中の人とゆるーくつながって冒険、フレンド同士で集まって熱いレースそんなに集まれんだ、ていうか12人ぐらい集まってた夢や。うわー面白そう。うわー何何何、マリオと仲間でワンダーな世界へ、スーパーマリオブラザーズワンダーは10月20日発売。そしてあー新しいスイッチ赤をモチーフにした任天堂スイッチが新たに登場。勇気、こんなところにマリオや隠しコインも。うわあいいやん。任天堂スイッチ。ユキエルだ。うわあ。発売。新型スイッチとかの情報とかは来ないか。でも今来ないってことは、でユキエルが発売されるってことは、新型スイッチは今年はないね。発表は。来年か。そういう裏の情報も見ていく。あ、なんかで緩くつなげるオンラインプレイっていうのがなんか魅力的だね。なんかちゃんとつながるのは嫌だし、まあ、かといって一人ぼっちは寂しいもんな。あーなるほどね。で性能差はほとんどないけど、トッテンとヨッシーだけちょっとなんか苦手な人でも楽しめるみたいな、いいバランスになってるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ楽しみなんだけど、買います。よし、じゃあね、今日この辺で終わりにしたいと思います。よければ皆さん、チャンネル登録、高評価ボタン、 X のフォローよろしくお願いします。普段は配信とかもしてるので、よかったらそちらの方も、来ていただけると幸いです。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。それではまたごきげんよう。